イタドリの水氏の秘密とイタドリ版神の風が、そしてスクナの加護、現在クライマックスを迎えている呪術廻戦。そんな呪術廻戦で注目したいのはイタドリの水氏の秘密とイタドリ版神の風が、そしてスクナの加護。物語も終盤に差し掛かり、ついにイタドリの正体とスクナが双子であったことが判明したことで、イタドリ流オリジナル水氏の斬撃とスクナの加護の秘密が、そして最新第258話ではついにスクナが発動した奥義神の風が、このスクナの奥の手神の風がの能力の全貌を紐解くことで、イタドリ版神の風が、この詳細も見え隠れするんです。ということで今回はイタドリの水氏の秘密とイタドリ版神の風が、スクナの過去について徹底考察したいと思います。本考察動画は本誌単行本で第258話を見た方への内容になりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。北戦による潜在能力の解放で、イタドリに眠っていた水氏の術式がついに解禁されましたよね。まず、イタドリの水氏の使用描写を見ていきたいと思います。第257話では、イタドリは柱に手を触れることで、水氏の斬撃を発動。発動シーンの描写をよく見ると、柱には切り取り線のようなですね、ハサミのマークと点線が浮かび上がり、その点線に沿って切断されています。一方、スクナの水氏の斬撃、回8は、発動時に点線が出現することはない。いわば、イタドリ版水氏は、切り取り線に沿って物体を切り取る術式です。多少お間抜けに見えますが、イタドリらしいといえばらしいですよね。時代や扱う術師の表層によって多少の差異は出るが、なんとも間抜けだな。覚えたてで出力も低い。今のこの当て感の方がよほど厄介だ。ギョロツとマイのように同じ構築術式でも、使い手の呪力総量や出力連動によりはですね、全く威力が違うことについては描かれましたが、使用者によって術式自体にも差異が出てくるんです。この情報を素直に読み取れば、水師の発動描写が現代風かつイタドリチックな表現になっているだけです。しかしようやく発言したイタドリの水氏ですから、やはり発動描写のみならず使用や能力効果まで変化が及ぼされている可能性もありますよね。ではイタドリの水氏がどう変化したのか、イタドリ流の水氏の使い方は何なのか考えます。まずですね、皆さん先ほど語った通り、イタドリの水氏は切り取り線のようなものが出現していて、それに沿う形で斬撃が発動する仕組みになっています。なんでこんな変化を遂げているのかといえば、皆さんですよ、やはり現代人にとって切断とはハサミや切り取り線が馴染み深くて、イタドリは水氏の斬撃のイメージをハサミとして思い浮かべたからです。では対してスクナの水氏はどうでしょう。スクナが思い浮かべた表彰はおそらく包丁です。スクナの斬撃は2種類、通常の斬撃回、磁力差、強度に応じ人たちで対象を下ろす8。その根拠は第119話、スクナの水氏の情報が正確に記載された回にて、回と8の説明文とともに包丁が記載されているんです。そして回の方はおそらく出刃包丁、魚を切り身にしたり3枚に下ろす時に使われます。8の方はナキリ包丁、野菜や果物のような繊細な食材をですね、切断するのに最適であり細かい動作が可能な包丁です。つまり同じ水氏という斬撃術式を、イタドリはハサミ、切り取り線とイメージし、スクナは出刃包丁、ナキリ包丁としてイメージしたことで、両者に差異が現れたことになります。よってイタドリの水氏はスクナと比べて連動が低くて、モチーフも別なので貝や蜂の区分がなく、ただ触れた箇所を切り取り線にのっとって切断するだけの術式なんです。しかし裏を返せば、スクナの水氏とは違った運用法で斬撃を使えると捉えられます。よってですね、ハサミを元にしつつ、イタドリ版の水氏の運用方法をこれから考察します。イタドリの水氏の運用法としては考えられる案は2つ。まず1つ目に肉弾戦との合わせ技、そして2つ目に斬撃と魂の輪郭を知覚する力の融合です。では1つずつ見ていきましょう。まず一つ目が肉弾戦との合わせ技についてです。やはり皆さん、イタドリといえば肉弾戦で泥臭く戦うイメージがありますよね。よってテクニカルな水氏を使う様子は考えづらい。よってイタドリはお得意の肉弾戦に斬撃を絡める形で使うと考察します。では具体的にどのように肉弾戦と斬撃を絡めるのか、まず考えられるのは斬撃を身にまとう方法です。細かい斬撃をチェーンソーのようにまとって刃に触れず刀を掴んでいる。これはですね、第249話においてスクナが使っていた斬撃の活用法ですよね。イタドリもスクナのように拳や足の一部などに水氏の斬撃をまとうことで、パンチやキックが命中した箇所に斬撃を刻み、二重の攻撃ができると考えます。つまりですよ皆さん、簡単に言うと警定剣の斬撃版のようなもの。警定剣は高速で繰り出される打撃に呪力が追いつかず、時間差の2段階攻撃になることですが、イタドリは渋谷の長宗戦にて完全に警定剣をマスターしています。よってイタドリは警定剣の後からやってくる呪力に水氏の斬撃を合わせる形で、打撃と斬撃
斬撃の合わせ技が可能なんです。次に考えられる肉弾戦と斬撃の合わせ技が人や手先を斬撃にする方法です。この使用法を考える上で別作品を参考に考えます。参考にする作品は芥見先生が大きな影響を受けたハンターハンター。ハンターハンターにはオーラというものが存在するんですけど、これはほぼ呪力のようなものであり、オーラを使った主人公ゴンフリックスが使う技にジャジャンケンのチーというものがあります。これはジャンケンのチョキに見立て、指先に集めたオーラを刃状に変化し対象を切断する能力であり、斬撃という点で水氏と共通点がありますよね。これは元をたどればドラゴンボールのベジットソード、つまりジャンプバトル漫画の王道技といえですね、芥見先生の目指す王道とも合致します。また他にも同じハンターハンターの作者富樫義弘先生が書いた作品幽遊白書で登場するキャラで桑原一馬というキャラがいるんですが、彼は霊気というエネルギーを集めることで霊剣という剣を作ることができます。これらをですね呪術回戦に落とし込むと、虎杖も呪力で刀の形状を作り出し、そこに斬撃を流すことでサーベルナイフのような短剣を作り肉弾戦で使用する可能性があります。またオマージュというだけではなく、虎杖には斬撃の剣を作れる下地が実はすでに備わってるんです。それが処刑人の剣。虎杖は一時的に火車から処刑人の剣を受け取っていました。術式自体はですね宿儺に不発に終わってしまいましたが、ここに意味が持たされているとしたら間違いなく虎杖の斬撃に関わってくるものと考察します。次に二つ目がですね、斬撃と魂の輪郭を知覚する力の融合です。虎杖はですね、宿儺と魂を同居させるので、魂の輪郭を知覚できる力を持っています。このおかげでですね、打撃するごとに、宿儺の呪力出力や肉体のコントロールをですね、低下させる魂を捉える打撃を習得できています。俺と伏黒恵の魂の境界を知覚し、打ち込んでくれ。第250話でも語られていた通り、魂を捉える打撃の原理は、宿儺の魂と伏黒の魂の境界に打撃を加えることで、伏黒の魂を叩き起こしているんです。つまり虎杖は宿儺と伏黒の魂の境界線を完全に認識できている。では魂の境界線を完全に認識できる力を水氏の斬撃とどう融合させて使うのか、結論から言うと魂を切り裂く斬撃を習得すると考えられます。その根拠となるのが切り取り線と術式対象の拡張です。まず一つ目の根拠が虎杖のですね水氏は切り取り線になっていることについてです。先ほど語ったんですが、宿儺の包丁と比べて虎杖の切り取り線やハサミは使用方法が多岐にわたりますよね。包丁といえば普通食材を切るだけの用途で使われますが、ハサミなどは様々なものを切るのに使われます。つまりですね、水氏を包丁と解釈イメージした宿儺と比べ、虎杖はハサミと解釈イメージしていますから、術式の解釈の幅が宿儺よりも広いんですよね。よって包丁とだけ解釈した宿儺よりも虎杖の方が応用性発展性に富んだ水氏の運用ができると考えられます。そして2つ目の根拠が術式対象の拡張です。宿儺はマコラからラーニングして術式対象を拡張したことで世界を断絶するですね解を習得しました。ならばですね、潜在能力が宿儺に匹敵する虎杖なら、宿儺と同じく術式対象を拡張することで水氏にさらなる進化をさせることができるんです。そして宿儺はマコラの斬撃を見たことで術式対象を世界空間に拡張することができるようになった。しかしこれは宿儺の天才的なラーニング能力があってこそ成立達成できた技なので、虎杖はどう頑張っても世界を断絶するですね解は使えないでしょう。よって宿儺とは違った方向で虎杖は術式対象を拡張すると思われます。その虎杖がですね拡張する術式対象こそ魂なのではないかということです。先ほど語った通り虎杖は魂の輪郭を知覚できてますし、宿儺の魂の研究記録を渡されているので、こと魂に関してはかなり造形が深いんですよね。よって魂の輪郭を知覚する力を斬撃と合わせることで、虎杖は術式対象を魂に拡張して宿儺の魂を切り裂く釈魂刀のような効果を持った斬撃を放てるんです。またこの魂を切り裂く斬撃は魂に作用するという性質上、水氏も伏黒救出案につながっていきそうです。以上よりですね、虎杖の水氏は一つ目に主刀や斬撃との融合による肉弾戦の強化、二つ目に世界を断つ斬撃ならぬ魂を切り裂く斬撃、この二つの方向で進化していくと思います。では最後に斬撃だけではなく虎杖版神の風画についても考えていきましょう。この考察をする前に虎杖が神の風画を使えるのか証明しなくてはいけません。まず神の風画に関して大きく二つの可能性があります。一つ目に神の風がイコール水氏、二つ目に神の風がノットイコール水氏。ではそれぞれ見ていきます。まず一つ目が神の風がイコール水氏である可能性についてです。今回伏せ字にされていた記号がおそらく神のであることが判明しました。先ほども語った通り釜は料理で使う調理設備ですよね。そして宿儺の水氏も第119話の解説シーンにて背後に包丁の描写が挟まれているので、宿儺の水氏イコール包丁をモデルにしていると考えられそう。またそもそも宿儺の術式
水氏のモデルである水氏どころは貴族の台所を指す言葉であり、水氏が料理と関連していることは間違いありません。よって水氏と神の風雅に料理という点で共通点が生まれたんです。なので神の風雅も怪異8のように水氏の一つの技である可能性が高まりました。2つ目が神の風雅ノットイコール水氏である可能性です。こちらの解釈だと単純に神の風雅は水氏じゃなくて別の術式であることになって、となるとスクナはですね、水氏、神の風雅、トクサの鍵棒術の合計3つの術式を持つことになるんです。と両方の解釈があるんですが、1つ目に水氏イコール神の風雅なら言うまでもなく虎杖も神の風雅が使えますよね。問題なのは後者の2つ目のですね、水氏ノットイコール神の風雅のパターン。この場合虎杖に刻まれているのは水氏だけなので神の風雅は虎杖が使えません。しかしここで皆さん、虎杖にはどんな形で水氏が刻まれたのか注目します。虎杖はですね、スクナの受肉体のだったことでスクナの水氏が刻まれましたよね。これは単純な話で、呪物を取り込んだら器となる人間に呪物の魂や人格とともに術式が刻まれます。だから虎杖にも水氏が刻まれた。ならばたとえ神の風雅が水氏とは別々術式であっても、スクナはですね虎杖に受肉しているため水氏と同時に神の風雅も刻まれている。つまりどちらのパターンにせよ虎杖に神の風雅が刻まれている可能性は十分あり得るんです。しかし第257話で虎杖の術式についてこう明かされましたよね。現在虎杖有事の中には2つの術式がある。受体駆走図4番から9番を取り込んだことで刻まれた赤血素術、そして国戦を終えた覚醒状態により引き出された両面スクナの受肉体として刻まれていた水氏。よって神の風雅が別術式であった場合、現在の虎杖は持ち合わせていないと解釈できます。これについては次回以降ですね、種明かしを待つほかありません。ではここからはですね、水氏の斬撃と同様に虎杖版神の風雅を具体的に考えたいと思います。スクナの神の風雅は鎌という字と火の能力から鎌戸を元にしていることは明らか。つまりスクナは火の能力から鎌戸を表彰したのでしょう。では現代版に変化した虎杖の神の風雅は一体どんなイメージで発動されるのかということです。大まかに考えられる候補は3つで、1つ目に IH やガスコンロなどの加熱調理器具、2つ目にストーブやヒーターなどの暖房設備、そして3つ目にライターやバーナーなどの着火道具です。では1つ目のですね、 IH ガスコンロなどのですね加熱調理器具についてです。これは単純にスクナの神の風雅は火に関わる調理設備かまどから連想されます。かまどに代わる現代の調理器具といえば IH やガスコンロが真っ先に思い浮かべます。またかまどはですね、米を炊くのに使われるので、もしかしたら炊飯器なんて可能性もあります。次に2つ目のストーブやヒーターなどの暖房設備についてです。虎杖の水氏の斬撃が包丁ではなくハサミや切り取り線に化しているところから、必ずしもモチーフは料理に関連する必要はなさそうです。よってですね、料理と関係ない火のイメージから現代以降の虎杖は最も身近な火を連想。やはり火といえば体を温めることに使われるので、ストーブやヒーターの形で発動される可能性が高いです。そして3つ目がライターやバーナーなどの着火道具です。ライターやバーナーは単純に火を連想させる道具ですし、なので一番火をイメージしやすい。よってライターとして発動される可能性があります。また虎杖はまだ未成年にもかかわらずパチンコに行ったりと少々悪ガキ的な側面を持っていますよね。よって少年マガ的にはアウトですが、過去にタバコを吸っていたなんて体験もあるかもしれません。となるとタバコを着火するのに使用されるライターなどが一番身近な火としてのイメージとして連想されそうです。またですね、虎杖版神の風雅が性能も現代風にアレンジされているとすると、どんな変化を遂げているのか。やはりかまどに比べ先ほど考察した現代の道具や器具は使い勝手がいいです。これが一番大きな利点。この特性が両者の術式にも反映されているとすると、スクナの神の風雅よりも虎杖の神の風雅はより利便性に長け、スクナのように重たい発動条件が存在せず、いつでも着火使用可能。そして虎杖の斬撃発動時に切り取り線が浮かび上がっていたようにですね、コンロのメーターのような火力の強弱を簡単に調整できる機能やオンオフを巧みに切り替えられる機能が備わり、虎杖お得意の格闘術に合わせる形でより細やかに炎が使用可能になると思われます。スクナが双子であったことが確定したので、作中描写をもとにスクナの過去についてこれから推測考察します。グボは飢えていたのだろう。俺まで飢える前に腹の中で片割れを食ってやった。まずですね、皆さん、第257話のスクナのセリフから、スクナの母は飢えていた、つまりスクナはそれほど裕福な生まれではなかったんです。そして平安時代では貴族の出産は安産を祈願するために陰陽師が占いやサポートを行ってましたし、名門の裕福な生まれであるとしたら母親を飢え
させるはずがありませんよね。よって宿儺は平安時代に猛威を振るっていた菅原家や藤原家、安倍家の生まれではないんです。次に注目したいのが宿儺の異名打点についてです。宿儺は安倍家の精鋭である天使から打点の異名で呼ばれています。そもそも打点とはキリスト教由来の言葉である天使が堕落し悪魔になることを指します。つまり打点と呼ばれている宿儺はもともと天使だった、または天使に近しい階級にあったことが予想されます。そしてクルサナに受肉している天使はおそらく打点と同様に異名であり、安倍家の精鋭であるという情報から2つの可能性があります。まず1つ目がですね、天使が安倍家の中の精鋭であるパターンです。平安時代の安倍家でいうと史実で有名な陰陽師安倍の生命が真っ先に思い浮かべます。要するに天使は安倍家の血筋を継ぎ、安倍家はですね全員家のようにたくさんの術師を輩出する御三家の一角のような扱いだった。そして全員家の兵のように安倍家の中でも秀でて強い者たちを集めた集団に天使が属していたという解釈です。そして2つ目は天使が安倍家に雇われた精鋭部隊だったというパターンです。こちらの解釈だと天使は安倍家に雇われていた単なる傭兵部隊の一人に過ぎず、よろずのようにもともと貴族の生まれではありませんが、その術師としての強さゆえに護衛部隊として雇われ活動していたことになります。そして貧民生まれの可能性が高い宿儺が打点と呼ばれているところや、宿儺が実月精神体悟空将を八つ裂きにし新嘗祭に招かれ丁重に扱われていたところから察するに、おそらく安倍家は前家のように日本各地から強い術師を集め取り入れることで成長したのではないでしょうか。よってどちらかというとですね、後者の解釈が正しそうです。よって天使も宿儺も同じような身分に置かれて何かしらの同一の精鋭部隊に属していたんです。この場合ですね、宿儺が何かしらの集団に属し指揮系統に従う様子は想像できないので、宿儺が突然暴走した場合ですね、対処できるように天使を含む精鋭部隊に討伐してもらうよう監視目的として宿儺を組織に入れた可能性が高いです。ではそんな天使を含む精鋭部隊は具体的にどんな立場にいたのか、考えられる可能性は天元とのつながりです。この根拠としては天使が精鋭部隊の異名であるという可能性から天という言葉つながりで、単純に天使は天元に仕えていると読み取れます。そもそも天元はですね、呪術の上層部から敬意を込めて天元様と継承で呼ばれるほど位の高い存在ですよね。よってですね、平安時代でも同じようにかなりの権限を有していたと思われます。よって天使のような精鋭たちを従えていった。そしてそんな天元も宿儺と関わりがあった。賢者、いや天元か、皮肉のつもりか、それとも。第222話では飛騨霊山城下に置かれていた自分の即身仏を見て宿儺が意味深なことをつぶやいています。また第208話にて賢者が進化した天元の姿が宿儺と似ている様子を見て笑っています。これらの描写から平安時代に宿儺と天元に何かしらの関わりがあることは確定。そして天元が宿儺と似た様子になっている様子を見て賢者がそれは自分で望んだ姿かと問いかけてますから、やはり天元は宿儺にある程度憧れていた部分があったのでしょう。また呪霊操縦性取り込んだ時に賢者は天元のことを友と呼んでいるので、天元と賢者はかつて対等な立場にあったと思います。まとめると、一つ目に天使が精鋭部隊の一人であったこと、二つ目に宿儺も天使と同じ部隊に所属していたかもしれないこと、三つ目に天元が宿儺に憧れていたこと、四つ目に天元と賢者が対等だったこと。これらの描写から見えてくる宿儺の過去は、天使の精鋭部隊は天元を崇拝していた呪術師集団であり、宿儺もその精鋭部隊に席を置いていた。そのおかげで天元と宿儺の関わりができた。宿儺のその圧倒的術センスに憧れていたのが天元であり、その弟子もしくは対等な友として賢者がいたという可能性です。この考察が正しいならば、天元や賢者、宿儺などはですねある程度親しい仲であり、しかし宿儺は平安時代に総力戦を挑まれて全てを蹴散らしています。天元や賢者と関係性があり、天使と同じ精鋭部隊に属していたならば、どんなに恐れられていたとしても術師から総力戦を挑まれることはないはず。新嘗祭に招かれているところを見るに、当初は朝廷側も宿儺を恐れ祭り優遇することでなんとか平穏な関係を保とうと努力していた様子が見て取れます。つまり宿儺は朝廷や平安のですね呪術師が看過できない大きな罪を犯し、打点として認定され全ての呪術師から狙われるようになってしまったんです。では宿儺が犯した大きな罪とは。その有力な候補として考えられるのが呪物化です。私の目的は受肉したプレイヤーの一層だ。彼らの多くは受肉の過程で器の自我を殺し沈めている。ここにしろ無意識にしろね、あってはならないことだ。神の断りに反する。第199話で天使が語っていたセリフですが、このセリフから天使は呪物化で器の自我を殺すことをですね極端に忌み嫌っていることがわかります。この理由は、天使が属する精鋭部隊が受肉で器の自我を殺してはならないことを己に律している集団だからです。戒律、それから来る憎悪では愛を超えることはできない。そして第217話、よろずは天使の
のことを戒律から来る憎悪で宿儺に固執している存在だと言っています。つまり天使の宿儺への憎悪は天使の個人的な価値観によるものではなく、明確な戒律を違反したことによる憎悪なんです。ではなぜ天使を含む聖部隊は受肉して器の自我を潰す行為を禁忌としているのか。それこそ天使含む聖部隊が天元に仕えている証拠です。天元は500年に一度聖召体と同化することで肉体を初期化しています。そして第202話では聖召体との同化も聖召体の魂を沈め殺すようなものであることが明かされています。つまり天元の同化と呪物化して受肉する行為は聖召体と器側の魂や自我を潰すという点でとても近しい行為なんです。そして天使含む天元に仕える聖部隊は誰かの自我を潰す行為を天元だけが許される特別な行為であると戒律で教えられていたのではないでしょうか。自祖師集団の Q はわかるけど、万世教の方はなんでガキンチを殺したいわけ？崇拝しているのは純粋な天元様だ、聖召体、つまりは不純物が混ざるのが許せないのさ。その根拠になるのが第66話の会話。万世教は天元の同化を阻止しようとする宗教団体でしたよね。そして天元を神聖化するがゆえに天元の同化を阻止する万世教のような集団がいれば、逆に天元の同化を特別視し、天元以外に似たような行為を行う輩を粛清しようとする集団もいると思います。よって天使の聖部隊には絶対に破ってはいけない戒律として、誰かの自我や魂を潰してはならない、このようなルールがありましたが、賢者にそそのかされた宿儺が呪物化の契約を結び、そのことが天使などにバレ、全ての術師から憎まれる羽目になってしまい、戒律を違反した宿儺は堕天と呼ばれるようになった。以上よりですね、宿儺は天元との関わりがあり、賢者と呪物化の契約を結んだことがきっかけで全ての術師を敵に回して戦うことになったんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。